ただもう選択肢はアクアジェットしかない。頼む、落とし切ってくれ。はい、皆さんこんにちは、のぼろですけどね、今日もポケモン里縛りやっていくんですけども、今日は光にね、なんか図鑑を取り返してくれみたいなこと頼まれたんで、まあ早速一緒に取り返しに行こうか。あ、サトシ君、お願いがあるんだけど、うっかり落としたポケモン図鑑、銀河団に取られちゃったの。銀河団もなんでポケモン図鑑欲しいの？一緒に戦っていいよ。サトシ君とサトシ君のポケモン、あたしとあたしのポケモン、みんなの力を合わせたドリームチームなら負けるわけなし。人の困ることするなんてあたし許さないから。なんで取られたの、そもそもが。で、銀河団も銀河団で、なんでそれが欲しいのかよくわかんないけど。まあとりあえず取り返してやるか。アーゲハントとドッケール、え、光ピッピなんて持って、あ、そうだ、ピッピ持ってたわ。ここで指を振るやってたもんな。で、確かここでピッピがさばきのつぶて打ったんだよな。懐かしい、この前の縛りでそんなことあったわ。まあ、とりあえず飛行入ってるアゲハントに10万ボルトいって、一撃はちょっと厳しかったか。ピッピ多分指振るよね。指を振るでなんか全体攻撃とか出てくれればいいんだけどな。うーわ、再激光線で混乱するか。じゃあどうしよう、ピカチュウ変えてもいいかもな。そこまでしてここでピカチュウを居座らせる意味もないけど。重力、え、なんで重力してんの。あ、いやでもそうか、ピカチュウ、ナエトル、グライガーの3体をレベル上げたいってとこだから、まあ今変えない方がいいのか。ナエトル行きたいところだけど、虫タイプだしな。相手草技打ってもあんまり効かないだろうし、まあ10万ボルトをもう一発かましていくか。まあこれでとりあえずアゲハントも突破と。で、アゲハントの裏って何が出てくる、歌う。まあ当ててくれるならいいんだけど、歌うか。いや、まあありがたいか。まあ正直火力は望めないしな。スカンプで来る、ナエトルが全然出せねえなこりゃ。まあ一旦スカンプ側を狙っていくかって言っても、まあスカンプ倒したらもう右側のポケモンは出てこなくなるけど、切り裂くピカチュウに来る。いやー、やられるか今の。しかも急所でもなく普通にやられる。ちょっと甘えちゃったな。あ、ピッピ指振ってる、毒毒。どっちも効果ねえよ。まあちょっと一旦グライガーでも出してみるか。まだ13レベだけど戦えるは戦えるんじゃないかな。まずはスカンプ側から狙っていくけど、鋼の翼どれぐらい入る。いや、入んなさすぎ。これマジで倒す頃には夜を明けるわ。あー、ドッケール目覚ましちゃった。しかも守る、あ、ダブルバトルの守るって、あー、まあ自分だけか。さすがに両方守るなんてことできないか。そんな最強技なわけないな。しかしグライガーでなんとか突破できたぞ。指を振るは何する、さばきのつぶてやれ。ホタルビ、何それ、ホタルビってあれ、なんか聞いたことあるけど、誰が覚える技なんだろう、ホタルビ。まあいいか、とりあえず再結光線はそんなに食らわないと思う。あー、でも特殊はまずいか。ちょっとどうしようこれ、ドッケール、いや、ナエトル出せないしな。まあちょっとこれ以上居座るわけにもいかないし、ムクバード出すか。ムクバードに変えてとりあえず翼で打つ、打ってくけど、翼で打つだったら、おー、耐えてんのかい。ピッピやってくれねえかな。歌ってどうすんだお前。眠らせてんじゃねえよ。まあひとまず電光石火で落としまして、ムクバードつまめ返しきた。そうか、28レベ。まあとは言ってもね、威力60で別に翼で打つと変わんないんだけど、まあ影分身とかされても必ず当たるっていう技になってきますね。まあ一旦体当たりのところに入れていく形にしようかな。これがな、威力70とかあってくれたらだいぶ変わったんだけどな。そして最後、あ、グレックルか。まあじゃあこのままグレックル、ムクバードで倒すか。まあせっかくなら今覚えたツバメ返しでね。さすがに耐えないでしょ、一撃でやっていくと。オッケー、急所。ムクバード、もう最初からずっと大活躍だなお前。畜生、弱いポケモンだぜ。アーチャーに戻って新しいのもらってくるか。こんなポケモン図鑑どうでもいいんだよ。銀河団は全てのポケモンを、いや世界を、宇宙を独り占めするんだからな。おらよ、ポケモン図鑑だ。何でポケモン図鑑みたいなちっぽけなもん奪ったの。倉庫にしまっていた例のブーツはもうノモセに運んだしな。ここはあえて下っ端らしく、覚えてろと言ってやる。マジで3下ムーブ決め込んでくるじゃん。何なのっていうか、なんで銀河団が堂々と街中にいるの。確かに、サトシ君ありがとうね。ポケモン図鑑取られたなんて7鎌の博士に知れたら、あー、考えたくない。で、サトシ君はこれからどうするの。私は野瀬に行くつもり。そこの大湿原にはポケモンいっぱいいるしね。まあ俺は
とりあえずノモセ行くけど、ここってさ、入っていけば確か空を飛ぶがあるんだよね。これだけちゃんと覚えてるわ。で、お前は何してんの？いやいや、どうしたことだ。どう見ても銀河団でない。しかもお子様が来てるぞ。発電所で奪ったエネルギーを元に作った。あれはもうノモセに運んだよ。あれ、そういうことじゃない。あんまりそういうことは堂々と言わない方がいいんじゃねえかな。まあそしたら回復してノモセ向かうか。来い、マジ来い、マジ来い、来た。よし、気合も準備もバッチリなんで、こっからじゃあまあノモセ目指していくか。そしてリシコのほとりと。懐かしいね。まあここはね、アニメだとポケモンコンテストミクリカップがね開催されて、まあミクリさんっていうのは方園地方でねジムリーダーとかをやっている方なんですけれども、誰こいつら。湖を守るため世の中には立派な人がいるものですね。確か赤木って名前でした。バリバリ騙されてるじゃん。ここに誰も入れないよう頼まれているのです。理由よくわからないですが、湖を守るためらしいです。チッター、自分の頭で考えろよ。まあそのコンテスト、ミクリカップにサトシとヒカリと、あとは、方園地方からハルカが久々に出てくるみたいな回でございます。ケンゴは確か出てなかったと思うんですけども、のぞみとかも出てたりしてね、結構オールスターな回になってて。めちゃくちゃ面白いんでね、ぜひともご覧ください。なんていう、まあ毎度おなじみ番宣を挟みつつ。ここですね、まあレストラン七つ星なんですけれども、アニメではね、ここにハルカが、予約をしていて、このレストランでねご飯を食べるみたいなシーンもあるんですけども、まあこのレストランね少し変わっておりまして、まあ、ポケモン勝負をしないとご飯が食べれないといった場所になっておりまして、まあ、腹ペコのサトシは早く食いてーよーみたいなことを言ってたりもするんですが、なんかあれだね、聖地巡礼みたいになってな。まあある意味間違ってはないのか。ちょっとこの辺で戦ってみるか。今日も大儲け、幸運の女神に乾杯。彼女がいると不思議につきまくるんだよね。幸運の波に乗ってる僕に挑戦してみるかい。なんか鼻につくからボコボコにしてやるよ。ちょっと待って、ギャンブラーじゃん、やばすぎこいつ。女の子たぶらかして、こいつがいるとついてるんだよねとか言ってんの、頭おかしいんじゃないの。ただ水タイプいっぱいなのは助かる。ちょっと10万ボルトで土佐キントに攻撃、いやボルテッカーでいいか。ボルテッカーで土佐キントに攻撃して、グライガーだけナエトルにバックしようかな。ちょっと水タイプは相手しできないでしょう、グライガー。まあ一旦ナエトルに変えつつボルテッカーしていくか。ボルテッカーならまあまず間違いなくやれるでしょう。まあ10万ボルトでもやれそうではあるけど、まあ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 、すぐそばに回復する場所もあるしいいでしょう。オッケー、ナイス。で蛍光王は水の波動、しかもピカチュウに打ってるか。あー、混乱だけはしないでくる。オッケー、ちょっと待って、めちゃくちゃ土佐キント出してくんじゃん。絶対に角ドリルされるから絶対に土佐キントを狙うんだけど、ちょっと厄介だな。てかここ葉っぱカッターじゃなくてもいいか、エナジーボールでもいいのかな。土佐キント、うわー、やりきれなかった時にも考えて一応葉っぱカッターにしておくか。まあ10万ボルトで土佐キントを一撃でやれないことはないと思うけど、あ、オッケー、やれるね。じゃあエナジーボールでよかったか。え、なんか蛍光を風起こし覚えてんだけど。そんな技覚えんの蛍光って。へえ、めちゃくちゃ軽く低いけどね。まあでもこの葉っぱカッターってさすがに落ちない。なおさらエナジーボールにすればよかったけど、まあ10万ボルトで終わりでしょう。やってくれピカチュウ。オッケー、ありがとう。運の月かな。運がいいのね。あなたもそれでいいんですかお姉さん。この負けは次の賭けで取り返せばいいさ。生粋のギャンブラーだこいつ。お姉さん、一つ負けても次にドーンと取り返せばいいんだよね。似た者同士だった。あなたの瞳を見せてごらん、占ってあげるから。え、ちょっとしたハッピー、いいことも悪いことも全ては表と裏の関係。お、何言ってんだこいつ。このピエロは旅の一座も休憩中、お近づきの印にこれを。わざマシンくれた。92って何、トリックルーム。トリックルームっつったらね、 XY でサトシはルチャブルにシザークロスを命令してトリックルームを破壊するとかいうわけわからんことを教えおりましたけれども、あれは XY の中でも屈指の名シーン。ほう、君も旅をしておるのか。そうとも、旅はいいぞ。君は譲渡地方の渦巻島を知っているかね。銀色のポケモン、ぜひとも死ぬまで見てみたいね。あいつはかっこいいよね。ポケモンの中でも本当に屈指のデザインしてると思うわ、ルギアって。お、君は本園地方の宇宙センターを知っているかね。ほう、飛び立つロケット、あれは死ぬまでに見ておきたいね。この人いろんな地域の話をしてくれるのか。浄土地方の鈴の塔を知っているかね。ほう、虹色のポケモン、ぜひとも死ぬまで見てみたい。今度は鳳凰の話か。なんだこの人。
他のポケモン宣伝してんのか。で、この砂浜のお家の人って何かくれるんじゃなかったっけ。ポケモンというのは足跡を見てみれば何を考えているかなんてすぐわかるのです。ほう、信じられませんか。ならば君のナイトルをここで歩かせてごらんなさい。その足跡から気持ちを私が読み取ってみせましょう。とんでもない特殊能力だけどな。どう、ポケモンにあんまり優しくない人もいるって言うけど、サトシはどうなんだろう。ナイトルのことを大事にしてくれているかな。いろんなところへ連れてってくれるかな。友達になれるかな。なれるに決まってんだろ。とナイトルはこのように考えておりますな。え、意外とまだ仲良くないのナイトルと。嘘でしょ。ピカチュウとはどうだ。ポケモンと人間の間に友情が生まれるって言ったらピカチュウの仲間たちは信じてくれるかな。でもサトシとピカチュウを見ればすぐにわかるよ。だってピカチュウたち親友だもんね。そらそうでしょ。ピカチュウとあなたはいい感じです。これを差し上げましょう。足跡リボンありがとうございます。さあそんなわけでやってきましたのオモセイシティ。今回は1時間で着いたわ。さすがに2時間もかかることはなかったぞ。いや、君のポケモンがバンダナをつけるにふさわしいかちょいちょい見させてもらう。まいったな。俺は嘘はつけないので正直に言わせてもらうが、悪くはないんだが良くもない、つまり微妙ってところ。お前なめてんじゃねえぞパチリス。キルキル。おい素敵ファッション。イライラ。なんだお前、ジンバッジを3つしか持っていないお子様が我々銀河団の邪魔をするんじゃないぜ。さっきトバリから届いたブース、さてどこで使おうか。そう、これは銀河団の素敵な作戦だぜ。素敵って自分で言ってる。あ、てかプラチナがじゃないとここに顔出しパネルないんだ。顔出しやりたかったんだけどな、あの時できなかったから。なわけでまあ早速いきなりジムセント行きたいところですが、その前にねちょっとやることがございまして、この人なんですけれども、みんな僕のことポケモン技マニアと呼ぶよ。ポケモンが成長して覚える技を全て知ってるし、その技をポケモンに教えることだってできちゃうんだ。全て知ってるのはね、俺も攻略本があるから知ってるけど、覚えさせることがまでできるってちょっと意味わかんないけど、この人がね、ハートの鱗を渡すことによって技を思い出させてくれる方でございます。ここでちょっとだけね、技を思い出してからジム戦に行こうと思うんですけれども、まず1体目ブイゼルでございますね。これはまあ 前から言っていたんですけれども、レベル1でねソニックブームを覚えるんだけど、今回ねこのブイゼル持っていなかったんでね、ソニックブームをまず覚えさせていこうと思います。でまあどこに覚えさせるかなんですけども、まあ鳴き声を使わないのでここにソニックブームを入れていきましょう。ただソニックブームって命中90なんだ、100ではないんだね。まあただ固定20ダメージっていうところが、まあ序盤だったら割と強いんじゃないかなっていうところですね。でもう一つ覚えさせたい技があるんですけれども、ズバリそれはピカチュウでございます。まあ今のところまだね電光石火だけ覚えれてないんですけれども、電光石火がねピカチュウが13レベルの時に覚えるらしいんですけど、13レベルをねピチュウの状態で過ごしてしまったんで覚えれなかったんですよ。なので今回ここでね電光石火を覚えさせていこうと思います。なのでピカチュウはこの4つの技で完成ですね。ダイヤモンドパールで使う技に関してはボルテッカー10万ボルト、アイアンテールに電光石火となってくるので、ゲームでもこの4つを使っていきます。まあそんなわけでね、技も思い出したことなんでこっからジム戦に行くんですけども、今回もね、例によって主要ポケモンは3体でやっていくこととなります。でまあズバリ誰を連れていくかっていう話なんですけれども、今回はねピカチュウ、ナエットル、ブイゼル、この3体で野瀬ジムに挑んでいこうと思います。ありがとうサトシ。ちゃんとタイプ有利を選んでくれて、ブイゼルだけはちょっと、まあ、タイプ有利が取れているわけではないんですけれども、まあとにかくピカチュウ、ナエトル、この2人で戦っていくことになるんじゃないかな。でブイゼルに関しては、まあ、今覚えたソニックブームがまあ使えるんじゃないかなっていう感じですね。水の波動とかアクアジェットに関しては水タイプジムになってくるんで、そこまで使えるかって言ったらちょっと微妙なところかなって感じですね。今回はマジで一度も負けたくない。まあちょっとレベルは高いだろうけどな。ここのジムリーダーマキシさん、いやマキシマム仮面は水タイプの使い手、水タイプのポケモンに炎や地面タイプで戦うのはいい度胸と言えるだろうな。そのあたりはお前に任せるで。じゃあいいファイトよろしくな。曲げねえからな。ちなみにポケモンのレベルどんなもん。26か。そこまで大きく変わらないんだね、トバリジムとは。1体なのに26。まあでも入ったところすぐのポケモンだから、まあこんなもんなのかな。いやでもアカジェット割と食らうぞ。10万ボルトは2倍だと一撃でやれるのかどうかっていうところも一応確かめておきたいんでね。ああ、やれるね。いいじゃんピカチュウ。戦えてるぞしっかりと。ちなみにこのジムの階段、ここまであるように見せかけてここでねちゃんと左に曲がれます。歩数節約に役立ててください。よし、とりあえず、全ての準備が整いました。ナイトルだけねちょっとレベルが24っていう状態なんですけれども、これでマキシさんと戦いたいと思います。よう来た。
俺様こそがノモセシティポケモンジムのジムリーダーで、その名もマキシマム仮面。水の力で鍛えた俺様のポケモンは、お前の攻撃を全部受け止めた上で勝利するからかかってこい。アニメだとね、なんかアントニオ猪木さんみたいな感じなんですよ。よろしくお願いします。使用ポケモンは3体。まずはギャラドスやね。分かってる。だからこそ最初はピカチュウなわけよ。27レベル。同じか。威嚇で攻撃力が下がっちゃうんで、ボルテッカーは打てない。だからもう10万ボルトでいく。で、上は取れてるかどうかっていう話なんだよね。あとはピカチュウ素早さは速かったとは思うけど、ナイス、上取れてる。よかった。同速とかじゃねえよな。で、これで一撃でやれるかどうかっていうのが一番大事になってくるんだけど、なんか耐えてる。あ、しかも塩水耐えなくね。あ、耐えるわ、全然余裕だわ。さすがに特殊はそんなに高くないか。で、ここは絶対に傷薬を使ってくるんで、ちゃんともう一回10万ボルト打つ。それでいい、 OK。 で、これなら、あ、しかも全然回復できてないじゃん。おい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 。それはさすがに持っていけるわ。じゃあ、オッケーオッケーオッケー。乱数次第の話になってくるかと思ったけど、問題なかったね。で、問題は次のポケモンなんだよな。そこが一番鬼門な気もしている。ただピカチュウ結構削られちゃったな。次がね、ヌオーなんだよね。だからピカチュウでずっと行くわけにはいかないと。まあここはね、だからとりあえずナエトルに変えていくんだけど、このヌオー結構厄介な技も覚えてると思うんだよね。まあ一旦ここはマットショットか。尻尾を振る。尻尾を振る、ちょっとなんかめんどくさいことしてきてんな。でも防御下げられる分にはそこまで影響はないかな。エナジーボールでいくでしょ。叩きつける。お？え、食らいすぎ食らいすぎ。いやでも4倍弱点ならさすがに一撃で持っていくはず。やりきれないことはないでしょ。オッケー、ナイス。よし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 、しっかりと2体とも4倍をついていく。で、ナエトルはただここはフローゼルには上取られるよな、多分な。先制技も持ってねえしな。30レベルか。今のいい攻撃だったな。どうするか。まあエナジーボール一発かましに行ってっていうことだよね。塩水か。塩水ならでも耐えないか。耐えねえか。どうする、ここ。まあピカチュウ出すしかないんだけど、問題なのは上取ってるかって話なんだよな。いや、さすがに取ってないな。フローゼルというか、そもそもブイゼルってめちゃくちゃ速いもんね。ブイゼルの段階でも素早さは50ある。ピカチュウは53。あ、ん？いや、取れてないな、上。うん、ブイゼルの段階ですら30レベルあればピカチュウは抜けるから、うん、絶対に上は取られてる。だから一撃耐えてもうウォルテッカーじゃないか。スピードスターなんて覚えてんだ。これは耐えてくれ、ナイス。で、ボルテッカー。いや、でもここも反動でやられちゃうか。どこまで削れる、フローゼル。マジ限界まで持ってけ。いや、もうちょっとだけど、これ回復なんだ、オボンか。いや、待て、これいくつある体力。いや、微妙な感じになったぞこれ。もうブイゼルしかいないから、ブイゼル対フローゼルするしかないんだけど、いけるか。これから盛り上がるところ。ソニックブームだよな、多分一番入るの。え、でもこれ20入る。水の波動とかの方が入るか、もしかしたら。いや、でも水の波動で20ダメージ絶対入んないよな。ソニックブームだ。で、この黄色の体力が残り、いや、でも20以上あるよな多分。お盆って4分の1回復だったっけ。こう踏まえたらまああるよな多分な。そもそもお盆の回復量で20超えてる気がするもんな。まあでもソニックブーム打つしかない。そもそも傷薬使ってるか。じゃあここ、いや待って、火力やばすぎる。水の波動の方がいいか。混乱狙いに行った方がいいな。
スピードスターどれぐらい食らう？半分は入んないでほしいんだけど、ギリか。ギリ半分はいってないから2発受けれるけど、頼む、一撃で混乱させろ。無理か。ダメだ、水の波動で追い打ち、追い打ち。ちょっと待って、あー全然余裕だ。なんでここで追い打ちに変えてきた、わざわざ。わからん、ピヨンない、ピヨンないのか。いやー氷の牙覚えてるよな。頼む、3。待って、ここで頼む、マジで急所か、急所か、混乱引いてくれ、お願い。いやーマジ、じゃあもうアクアジェットで急所を引くしか俺に勝ち目はないのか。回復を使うか、そもそも使わないな、絶対ない、もう2回使ってるもんね。だからもうアクアジェットで急所で落とし切る、急所でも落とし切れるのか、アクアジェットで。ただもう選択肢はアクアジェットしかない。頼む、落とし切ってくれ、やれるんですあーマジでか、くっそ、いやーマジか、あとちょっとだったのに。いやソニックブームを打つべきではなかったか、水の波動だな。いやでも戦略自体は間違ってなかったと思う。まあナエトリがもうちょっと削られずにフローゼルまで行けたらベストだけどなってとこだね。であれだね、最後の手持ちにならない限りジムリーダーはいい傷薬じゃない、すごい傷薬の方を使ってこないんだね。だからたとえここで逆にギャラドスを生かして、なんだろう、傷薬を消費させるみたいな立ち回りとかもできないってことだよね。あーしかもこれ10万ボルトで、でも待って、イバルはちょっとやめてほしいな。無限の勝ち筋なんだけど、それ動いてくれるかちゃんと。いや動かないと負けなんだけど、オッケー動いてくれた。いや待てよ、これピカチュウ居座るっていう可能性ある？いやーでもさすがにないか、さすがにないか。いくらなんでもヌオン相手にアイアンテールだけで戦うのは無理があるか。フローゼルにも上取られてるから、ある程度ピカチュウの体力も残しておかなきゃいけないもんな。ダメだ、イバルで攻撃は上がったけど変えなきゃダメだね。でここでヌオーが、あ尻尾を振るはもう固定なのかこれ。尻尾を振る、なんか水技か地面技か打ってくれるのが一番嬉しいんだけどな。泥爆弾できた、叩きつけるで来なかったぞ、それもでかい。なんだそれ、命中下がったか。いやもう最低最悪、それは泥遊びそんなんで勝っても嬉しくねえってか、お前もおい一段階下がっただけでどんだけ当たんねえんだよ、ふざけんなマジで。え当ててくれよ頼むから。あやばい、命中めちゃくちゃ下がってる、頼む、オッケー。いやもうでも最悪だ今の、まあでもたらればだな、仕方ねえ。まあヌオを一撃で突破してくれるだけありがたいわ。でレベルは上がる、ここレベル上がるかどうかも地味に大事だけど、上がんねえか。まあフローゼルは後出しはできないし、ナエトルを残しといても素早さは負けてて上は取れなくてっていう話だもんな。スピードスターここがな、スピードスター、まあ氷の牙とか、おい耐えてる、そっか、あれ俺今尻尾を振るされてない、いやされてるよね、ナイス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 、しかも新緑込みじゃんこれ、
でかすぎる。いけるぞ。さすがにもらったでしょこれ。ちょっと待てよ。もうでもナエットルはそうだよね、氷の牙場されて、まあ、氷の牙場 5% 外す可能性もあるけど、よく頑張ったナエットル、ありがとう。あとは2人に任せてくれ。この2人だな、やっぱり。もちろんここピカチュウに行ってもらうでしょう。耐えてボルテッカーで勝ちだろ。氷、待って、氷とかやめろよ。氷だけやめて、本当に。え、危な。うーん、青年期でまひってる。しかも氷はひるみ、そっち。ちょっと待て。てかそもそも10万ボルトでやれるのかこれって。待て、冷静になれ。相手は麻痺だから俺の方が絶対に速い。アクアジェットがあるか、アクアジェットがあるか、あるな多分な。でもこの体力ならボルテッカーを打つ必要はない。で10万ボルトか、アクアジェットを打ってくるかどうかだな。打ってこない。じゃあ勝ちだろ。さすがに耐えないでしょ。オッケー。危な。なんで昼見でよかった。でもいやでも静電気いけてなかったら終わってたな。なんだそれ。いやよく頑張った。終わっちまったか。なんというかもっともっと戦いたかった、そんな気分だ。まあ結果はこの通りだが、お前と戦えてものすごく楽しかった。なのでこれを渡そう。フェンバッジゲットだぜ。よく頑張ってくれた本当に。切り払いという秘伝技を使うにはそのフェンバッジがいるんだ。そしてこれはお前とお前のポケモンの強さを称えるためにあげよう。技マシン55、これに関しては塩水か。中には塩水が入ってる。相手の体力が半分より少ない時にお見舞いすると与えるダメージが2倍。あ、そういう技か。塩水、渦潮とちょっと間違えてたわ。じゃあそれはピカチュウ耐えるに決まってるか。まあどっちみち、あ、どうだったんだろう。少ない時に食らってたらピカチュウやられてた可能性もあんのか。一気に勝負を決めろ。どっちかというとね、体力多い時にダメージがたくさん与えれた方が嬉しいけどね。まあアニメの野茂瀬ジムはね、最初ブイゼルのプライドがすごく高くて仲間のポケモンたちとちょっと喧嘩しちゃったりするシーンなんかもあったりするんですけど、まあそのブイゼルはね、ヌオー戦とかで氷のアクアジェットをね見事に決めてヌオーをぶっ倒したりとかして結構な大活躍をするんですけど、フローゼル戦で自分の水の波動をねフローゼルに反射されちゃって、それを自分で食らって混乱しちゃうっていうシーンがあるんですよ。でそれを直すためにサトシは一回フローゼルじゃない、ブイゼルをね自分の手持ちに戻してピカチュウに戦ってもらうんですけども、結局ピカチュウは氷の牙を食らって氷状態にねされてしまうんですよね。ただ自分の代わりにねフローゼルに果敢に立ち向かってくれるそのピカチュウの姿を見てブイゼルは心を入れ替えてピカチュウとね仲直りをして、最後ピカチュウと交代するときにハイタッチをしながら変わってピカチュウのね凍ってしまった背中もね解いてくれるんですよ。まああのシーンなかなかね熱くてブイゼルのなんだろう男らしさみたいな部分が見えたりしてね、すごい好きですね。水ポケモンの使い手マキシを打ち破り見事4つ目のバッジをゲットしたノボル。ポケモンリーグ出場を目指す激闘の旅はまだまだ続く。